静岡県に記録的短時間大雨情報が発表されました。まず雨雲の様子をご覧ください。現状ですけれども静岡県の西部にかなり活発な雲がかかっております。気象庁によりますと13時までの1時間に浜松市浜北で118ミリの雨を実際に観測しました。また解析雨量と呼ばれる、推定値でいきますと浜松市の南部付近で13時までの1時間におよそ110ミリの雨が降ったとみられます。でこの後の雨雲の動きご覧いただきたいんですけれども、だんだんと北上していく予想です。ご覧の通りゆっくりと浜松市の雨雲北上をしていく予想でして、動きがあまり早くありません。この後まだ数十分から1時間ぐらいにわたっては猛烈な雨の降る可能性があります。でこの雨によって冠水のご報告をいただいております。こちらが12時42分に浜松市の浜北区から届いた町の様子なんですけれども、道路が冠水をしておりまして、その中を車が行き交っている状況となります。ご覧の通り規模の大きな冠水が浜松市内各地で起きている可能性があります。この後も自治体からの情報に従って速やかに行動を取るようにしてください。身の安全の確保を図るようにしてください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。